それでは今日は編入同盟の野望の後編エクストラ2決戦ダークエルフ娘ティーレ、こちらの方を攻略していきたいと思います。まあ今回もいつもと同じく CC2 がなしでスキルはオートでプレイを攻略をやっていきたいと思います。まあ皆さんの環境でもゲーム軽くなりましたかね。私の方はまだちょっと感じるようなレベルまでは来ていませんが、まあもともとそこまでめちゃめちゃ重かったとも思わなかったんで、やっぱスマホでやると環境的には安定するのかなというところは思っていますが、まあ、ここ近くに置きすぎると魔法攻撃が当たってしまうんで、まあちょっとね話しながら攻撃を当てていくんですが、まあとりあえず回復キャラは置いておいた方がいいですね。ちょっと落ちちゃうんでイグニが、コストが溜まったら、ここ31ですね。もう敵陣にポンと置いちゃいます。そうするとこの大玉ですね、これがヒットポイント非常に高くて、まあ物理防御180ぐらいなんで攻撃でも貫きやすいよというとこがあるんで攻めていくというとこですね。でまあ大体第1陣の攻撃終わったらここも押して参るというところで一歩ずつ前進。ここはまだ持ってもいいけど移動してもいいかなぐらいで、まあよしと。で下も置けるようになったらどんどん置いていくと。まああとはまずはオーブを破壊するところを目標に攻めていきますと。右側はもう本当にもう任せとけばいいって感じですね。スキルでもガンガン削っていけるんで頼もしいの一言ですね。で下の方の忙しさが過ぎたらここら辺はちょっと前に押し上げて、こっちも前に押し上げましょうか。あとは気持ちでタコ足つけてみたりっていう感じですかね。あと基本的には放置ゲーですね。まあなんやかんやと順調に削れていくんで、もともと3万HP やったところがまあ今2万以上削れたというところですね。まあここまで削れたらまあもっと近くに寄せていってもいいんですが、まあどっちでもいいかなっていう感じですかね。残り時間1分ちょっとあるところで倒しきると。ああまだこっちが残ってるのか。前回やった時はメロンちゃんの方で引き受けれたんでそんなに止まることはなかったんですけれども、まあ上の方でユニットも余ってるんでそこら辺を下に固めて一気に放火すれば簡単に攻め落とせるんじゃないかなと思います。まあそこまで戦力上げてないですけれども、まあまあ順調にクリアできたかなと思います。難易度的にはちょうどいいかなと思いますね。個人的には
まあちょっとひねって考えれば、まあ結構順調にクリアできたんで、いい感じでね、ストレスもそんなになく楽しめたなと思っています。では最後に運営からもらったガチャですね。レジェンドが出るとか出ないとか言われているこのアンケートガチャチケットを引いていきたいと思います。さあ入れよう。あ、画面が、よし、来い。あれ、受け取れるプレゼントがありませんになっちゃった。これあ、来た。釣りの画面がなくなった。あれが好きだったのに。今回のストーリーでは姉キャラが巨乳で、妹キャラがまあ貧乳同盟だったって感じですかね。これ熱い展開があったのかないのかも分からずに、なさそうな雰囲気で終わってしまったというわけでね、顧問が1234、ペアが1234、5、6で終了となりました。残念。せめてエピックは行きたかったですね。まあしゃあないというところで、動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。引き続き応援していただけると、非常に嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた。バイバーイ。